オフィスシオン FM しきたりアカデミー。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介していきます。今回のシリーズは今は亡きあの人へ伝えたい言葉です。今は亡きあの人へ伝えたい言葉プロジェクトは、人と人の温かいつながりや人の優しい心を多くの人に伝えていこうとの思いからスタートしました。全国から寄せられたたくさんのお手紙の中から毎日1話ずつご紹介していきます。本日ご紹介させていただくのは、徳島県の74歳男性のお手紙です。父への詫び状。 NHK は戦後満州からの引き上げ者たちの証言などを参考にドラマ化した開拓者たちを最近放映した。私の両親は引き上げの大変さ、ソ連抑留の厳しさなどについて一切話さなかった。これまで得た情報をはるかに超えた悲惨さを開拓者たちの映像では改めて思い知らされた。父が私と暮らしたのは満州の東寧農耕開拓団で、1938年に生まれてわずか3年足らずだった。その後、母の実家熊本の祖母に預けられた。1945年の終戦の年が小学校入学式、病気で欠席。翌年の1946年10月に母、兄、妹、弟が、父はソ連抑留で遅れて引き上げてきた。私は祖母の家で暮らし続けた。4年生の1年間は体育の授業は見学だった。痩せ細り病弱で痩せ気味と呼ばれた。実家には母の弟であるおじ夫婦もいた。結婚して10年ほど子供ができなかった。一時は私のせいが実家のせいになっていたらしい。私が中学生の時、男の子が生まれた。私はその子を背中に背負って本屋で立ち読みにふけった。読んだ本の中で、人並みの体力を、運動の上達をと願うのは私だけではなく多くの人がいると知った。その願いを叶えるため、大学は教育学部の笛手教科、体育を専攻した。父とたった一度だけ二人で杯を組み交わした。父は私に、お前は教育学部に行ったから仕方ないが、嫁に教員はもらうな、と教員嫌いなのかそう言った。私の嫁は教員ではないが、父の一言とは無関係で単なる偶然だ。父は私がまだ小学校教員の時、60歳でこの世を去った。あの病弱だった私が国立大学で、しかも体育の教授になった。もし病弱な私が満州で父母と暮らしていたら、引き上げの途中で弟同様、私も耐えられず亡くなっただろう。開拓者たちの最終回は、生きておれば何とかなる新しい人生。私の人生ともオーバーラップする。身勝手な思い込みで捨てられたと半ば恨んでいた。それは全くの勘違いだった。今になって分かった。本当にごめんなさい。お父さん、ありがとう。本日の内容は、オフィスシオンのホームページからでもご覧いただくことができます。また、本日ご紹介したお手紙が収められている本、今は亡きあの人へ伝えたい言葉3/2012年版をプレゼントさせていただきます。そして、皆様からの質問やご意見、ご感想も募集しています。本ご希望の方、またはご感想、ご質問などは、住所、氏名をお書きの上、メールアドレス info@奈良.fm
info@nara.fm。 ファックス番号は0742-248422、 0742-248422。 郵便は郵便番号 630-8334、 奈良市西野信也町43、奈良 .fm オフィスシオンの係まで。お問い合わせは0742-248415、 0742-248415、 奈良 .fm へ。オフィスシオン FM しきたりアカデミー。このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。